のどあめありがとう。ピピ、のどあめありがとう。のど飴ありがとう。大丈夫？どうやら電波妨害は終わったようだ。僕の声は届いているかい？のど飴ありがとう。 OK、 ようやく語り合えるね。いいね、語り合おう。のど飴ありがとう。ナンバーワンを取ろう。漆黒の騎士が最強であることを示すんだ。ハートありがとう。みんな力を合わせて頑張ろう。ブルーマウンテンが20位か。ドレスダイク33位、シャイニー様51位。ナンバーワンを取るぞ。アイテムをじゃんじゃん貢いでくれ。戦は始まった。この時を待っていたんだ。行くぞ、我がウルフガレドの民たちよ。集え。今日もシャイニー様の説法が聞きたいです。何でも聞いてくれたまえ。シャイニー様、このランキングは別カテゴリーだよ。イケボカワボランキングだよ。みんなイケボランキングだよ。みんなイケボランキングをチェックしてくれ。僕は何位だい？イケボランキング何位なんだい？ランク外。あ、いた。13位だよ。不吉な数字だ。後でノッテンマイヤーにタロットで占ってもらわなければ。13位。いけるぞ。のど飴ありがとう。ラビー、のど飴ありがとう。3つもくれるのかい？ワイヤーで。苦しゅうないぞ。さて、何から話そうか。そうだな、ありがとう。僕の吐息が聞きたいのかい？聞かせてあげるよ。耳が妊娠しちゃうよ。ドレスタークはどうだ？やつはニューブリッジで会合を開いているらしい。ドレスタークめ、ニューブリッジ会合を阻止しなければ。ニューブリッジで会合を開き、商人たちから賄賂を受け取っているという噂だ。奴にエクスカリバーさえおられなければ、先の戦争で負けることはなかった。ライバルであったブルーマウンテンも勢力を伸ばしている。このままでは我がアルフガレドが滅びてしまう。民を集え。今こそ我が漆黒の騎士が最強だという時を示す番だ。フォローありがとう。アルフガレドへようこそ。僕が好きな食べ物は、白ワインだよ。アディオス。のど飴ありがとう。そうだね、プリンセスガーデン、ガーデンで採れるブドウから作られるワインは最高だよ。今日のディナー、ノテマイヤ、はい、ノテマイヤ、隣に来たまえ。ピアノはいいから隣に来たまえ。ピアノを弾きながら、ピアノごと移動するのかい？ノテマイヤ、ピアノごと移動するのかい、はい、ノテマイヤは意外と器用だな。マイクプレゼントありがとう。担いでます。
まいりました。の手間や。今日のディナーは、今日のシェフに頼んでるディナーは何なんだ。あ、みんなの手間や。僕が3年前、あれは雨の日だったね。の手前や。はい、そうです。の手前やはずぶ濡れだったね。はい、そうでございます。僕はユニコーン、漆黒のユニコーンアクエリオンに乗り、傷ついた体を雨に打たれながら廃線の帰路をたどっていた。その時、僕の城であるプリンセスガーデンにたどり着いた時、の手前やは震えていたね。ありがとうございます。そう、の手前は拾ったんだよ。の手前屋は今羊なんだい。君は召使いだね。はい、召使いでございます。そう、の手前屋は僕の召使いだ。の手前屋、ちなみに今日シェフに頼んでるディナーは何なんだい。本日はイタリアンでございます。イタリアンか、悪くないね。イタリアンです。のだめ、ありがとう。そうだね、僕の漆黒のアクエリオンはペガサスとユニコーンのハーフだよ。そろそろ私は部屋に…ダメだ。はい。少しそばにいてくれ。少しそばにいてくれ。話を聞かせてくれ、乗ってまいや。そう、私が4年前…3年前だよ。3年前だよ、乗ってまいや。城に来た時は、まだジュール…ジュール12歳でした。そうだね。それからもうずいぶん年月が経ちました。あの頃の記憶は雨に打たれてもうほとんどありません。私はこの城に来たことをとても感謝しています。のどあめ3個ありが…あ、のどあめありがとう。ゆかね、風船5個ありがとう。金魚鉢さん、のど飴ありがとう。私は事情聴取なんということは言ったことはないです。ずっとこの城で掃除をしております。ヘタレさん、のど飴ありがとう。醜い馬、あれは魔法にかけられて醜くなってしまった馬なんです。本当は隣の王子だったはずなのに、私のお父様とお母様があの馬と、本当は王子だったのに、実は許嫁だったんです。でも魔法使いに魔法をかけられて。あんまり設定を増やすんじゃないのってマイヤー。設定を増やすと危険だ。戦は長い。
この度の戦は長い。設定をあまり増やすな、乗ってまいや。気をつけて投稿するんだ。申し訳ありませんでした。のど飴三つありがとう、とこさん。ついつい昔のことを思い出して昔話をしてしまいました。ごめんなさい。お父様とお母様は亡くなったので。そうだったのか、あの手前や。あまり君の過去を詮索したくなかったんだ。でも今夜は月が綺麗だから君の昔の話を聞きたい。お父様とお母様の話を聞かせてくれるか、乗ってまいや。はい、お父様もお母様もとても私に優しくしてくださいました。お誕生日には赤いバラを、そしてみんなで楽しいクリスマスパーティーを開いたりいたしました。私には3つ離れた妹もおりました。妹だと？妹は今何をしているんだい、乗ってまいや。妹は今離れ離れになってしまいました。もしくは戦争の時にそのままいなくなってしまったのかもしれません。妹は妹と会いたいかい、乗ってまいや。妹に会いたい。とてもいつも寂しい思いをしています。アクエリオン！アクエリオンは寝てるらしい。今度行こう。今度必ず見つけてあげるからね、乗ってまいや。シャイニー様ありがとう。私はそのシャイニー様の優しさがたまらなく愛おしい。いくら身分が違ったといえこのまま一生お仕えできることを。小枝さん、花火ありがとう。おっと、乗ってまいや。庭の方へ行こう。はい。見てごらん、乗ってまいや。はい。美しいファイアワークスが見えるかい？ファイアワークス。ファイアワークス。じゃあ、あの花火の向こうに一緒に歌おうか。ロマンティックタイム。見せてあげよう輝く世界、プリンセス自由の花を、ほら目を開いてこの広い世界を魔法の絨毯に身を任せ、大空。ああ、これくらいでいいだろう。そうだったんだ、乗ってまいや。続けてくれ。いつか妹に会える日を楽しみにしています。妹を探してくれるというシャイニー様にとても感謝しております。私はずっとこの城にいたい。召使いでも構いません。匿名の恋人さん、サンコ、のどあめありがとう。アッキー中村さん、のどあめありがとう。シャイニー様がよければ妹と一緒にこのお城で暮らしたいです。財政難だ、あまり調子に乗るな。祭りごとに女は口を出さむもんじゃない。わかったか、乗ってまいや。身分をわきまえなさい。
申し訳ございません。ではいつでも会える下町で妹に暮らして。下町などない。我がアルフガレドの領土に下町とは何だ。城下町と言え。はい、城下町。だからお前はいつまでも誇りを拭くことしかできないあれなんだ。気をつけたまえ。申し訳ございませんでした。城下町でひっそり妹に暮らしてもらいたいと思います。妹に会えたらせめて白いパンを一つだけシャイニー様にお願いしたい。シャイニー様、妹にどうか白いパンをお与えください。の手前や。今戦だ。戦が終われば全ての民に白いパンを一つずつあげることを約束しよう。全ての民に白いパン。とても優しいシャイニー様。君はこの城に来るまで白いパンを見たことがなかったらしいな、ノッテンマイヤー。はい、白くてふわふわしたあの白いパンを見たことなどなかったです。パンはいつも小麦粉ではできていなかった。ほとんど玄米のパンが硬くてゴワゴワした、そのパンが普通のパンだと思っておりました。白くてふわふわしたパン、みんなに食べさせてあげたいと思っています。おっと、子供たちが町の方で風船をあげているよ、の手前や。コッケさん、風船ごくありがとう。玄米のパンといっても殻も入っていて、チクチクと口の中が痛いようなとても硬いパンでした。風船ありがとう。また子供たちが遠くの方でバルーンで遊んでいるね。おっと、乗ってまいや。バルコニーの方に行こうか。はい、シャイニー様。バルコニーで、おっと、ファイアワークスが打ち上がったよ。見えるかい、綺麗かい、乗ってまいや。とても綺麗でございます。では歌の続きだ。大空、雲は美しく、誰も僕ら引き止め、縛りはしない。大空、ままぬぬけれど、ときめく胸。終わりだ、こんなもんは。乗ってまいや、黙れ。静かにしろ。あまり騒ぐもんじゃない。バルコニーでこんなことをしていると、民たちがあれだ、ざわつく。ありがとう、のど飴ありがとう。のてまや、歌は好きかい？はい。のてまやはどんな歌を歌うんだい、普段？松田聖子。おう、のてまやの国にいる銀牛詩人の中い？そうです。松田聖子、なんていう歌があるんだい？いろいろな歌がございます。一番好きな歌を教えてくれ。スイートメモリーズでございます。スイートメモリーズ、おう。
スイートメモリーズか。では次花火が見えた時その歌を教えてくれ。はい。アディオス。これか。これか。はい。わかった。次の花火が見える頃にまた君の曲を聴かせてもらうよ。はい。のど飴ありがとう。ありがとう。この戦は一体いつまで続くんだろうか。僕のランキングは今何位だい？13位か。13位ではないな。今いくつだ？ 8 位だ。みんなありがとう。13位から8位に上がったよ。ハルヒ4位アメリカ人2位。どういうことだ？どういうことだ？これは一体アメリカ人が2位。どうなっているんだ？ハルヒは4位か。千葉幸喜が5位。千葉幸喜だと。一体どうなっているんだこのランキングは。どういうことだ。おかしい。のど飴ありがとう。ケムさん、のど飴ありがとう。みんな無料の限定アイテムのど飴を献上するんだ。マイカありがとう。ニャコありがとう。ハルキさんはとってもイケボなんですね。私さんは一体どこの枠でやっているのでしょうか。ライブ中にはなっていないですね。7位だ。7位に上がったぞ。皆の衆ありがとう。ダルビッチュさん、のど飴ありがとう。そんな時はさん、のど飴ありがとう。これでだいぶ喉が癒されました。マイクがふわっちポインテで対象になったから、クラインとアータンが全力で来るだろうな。3位以降を争うゲーム、そんな時にさん、ガンガン行こうぜ。ゆけ、お釈迦様。じゃあ、歌うんだ。マイクありがとう。じゃあ、マイクをいただいたので、ちょっとだけ歌を歌わせていただきたいと思います。スウィートメモリーズ、聞いてください。懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた。でもあなたを見たとき、時間だけ後戻りしたの。失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。雨、
優しさも今は甘い記憶、スイートメモリーズ。 Don't sue me baby, we can never be, so don't let more pain please not me again. I have spent so many nights thinking of you, longing from your touch. I always loved you so much. あの頃は若すぎて、いたずらに傷つけ合った二人、色褪せた悲しみも今は遠い記憶、スイートメモリーズ。私は何度もこの曲を歌って、お父様お母様をもうちょっと歌わせてもらいます。失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しさも今は甘い記憶、スイートメモリー。懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた。でもあなたを見たとき、時間だけあと。いつまで歌っているんだ。申し訳ございません、シャンニー様。一番を二回も歌うな。はい。長い。退屈だ。のど飴あげもありがとう。ニコチグラさん、またエナジーをいただいたら歌いたいと思います。エナジーありがとう。今日はイタリアンだったね。今日のディナーは、はい、パンナコッタのフロマージュ愛会。はい、そうか、パンナコッタフロマージュ愛は大好きだよ。本日の何？カタツムリの料理。カタツムリ？はい。何カタツムリって？あのカタツムリの。カタツムリの設定あったっけなんか。はい。カタツムリ？カタツムリの料理でございます。エスカルゴのことだな、ノッテマイヤ。本日のエスカルゴの料理の味付けはどういたしましょうか。オリーブオイルをいっぱいかけてくれ。はい、ではシェフにお湯をオリーブオイルするように申し付けておきます。他には何かご注文はございますか。白ワイン。ではとっておきの白ワインをご用意させていただきます。今僕はないだい、みんな。アルフガルドの民、あの、アルフガルドの民よ。今僕はないだい。一つ上がったか、7位か。アイテムの数、これはあれか、アイテムの数で
競うのかい？アイテムの数で競うのか。なるほど、そういうシステムか。30分が限界だな。の手前や。頑張りましょう。頑張ろう。戦は長い。のど飴ありがとう。馬に変わってしまった許嫁漬けの話をしてもよろしいでしょうか。私のお父様とお母様が許嫁漬け、そう、私が10歳になった時に許嫁漬けを決めたんです。その頃はちょっととてもハンサムな王子だったんです。でも魔法使いに魔法をかけられて、まるで醜い馬のような顔になってしまった。見打ってくる王子。あの魔法はもう一生解けないらしい。あんなに仲良くしてたのに、見打ってくる王子の馬になった姿、そして心まで醜くなってしまった。ミューティクル王子、せっかく許嫁漬けだったのに、とても悲しいと思った。でも心も体も変わってしまうなんて。せめて心は優しいままでいてほしかった。もう夕方の部屋に戻る時間だわ。そろそろ部屋に戻らなくては。お部屋に戻らせてもらってもよろしいでしょうか。戻りたまえ。ああ、皆の衆、すまない。のってまえやは今日は喋りすぎたようだ。サボルノスキー、のどあめありがとう。みんな、アルフガレドの民たちよ、のどあめありがとう。ありがとう、のどあめありがとう。今、7位だ。ナンバーワン取るぞ。この戦に負けるわけにはいかない。そうだな、アルフガレドの民が戻ってきたな。集え。6位ありがとう。6位ありがとう。どうやら敵国も手こずっているようだな。ああ、皆の衆、 YouTube のチャンネル登録が1000人を突破した。スーパーチャットという魔法が使えるようになった。礼を言う。ありがとう。このまま領土拡大をしていくぞ。のど飴ありがとう。4位までは行きそうか。大したことないな。
ありがとう。マイク10個ありがとう。乗ってまいや。はい。君の歌が聞きたい。乗ってまいや。はい。君の国の歌。君が子供の頃歌っていた吟遊詩人の名を教えてくれ。松田聖子でございます。お、先ほどの吟遊詩人の名だな。はい。何という曲を歌うのだ。スイートメモリーズでよろしいでしょうか。先ほどのスイートメモリーズが、はい、そんなに好きなのか。はい、わかった。ではスイートメモリーズ歌わせてもらいます。懐かしい痛みだわ、ずっと前に忘れていた。でもあなたを見たとき、時間だけは友取りしたの、失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しさも今は甘い記憶、スイートメモリーズ。歌はあんまり求められてないらしい。はい、トークでいくぞ。はい、マイクありがとう。バルーンありがとう。の手前やごらん、はい、城下町の子供たちがバルーンで遊んでいるよ。バルーンありがとう。ブルーマウンテンが参戦してきたようだ。やつは稼いでいるぞ。ブルーマウンテンが近くまでは来ているではないですか。ブルーマウンテンが来ている。ランキングを確認するぞ。ブルーマウンテンは今何位だ。わが、お、4位か。シャイニーが4位だよ。もうすぐ3位になれる。行くぞ。サノゴブリンが、サノゴブリンに民が移動してる。サノゴブリンだと。まだ生きていたのか。ゴブリンは、サノゴブリンはもう1000年生きているという噂ではないか。やつめ、倒されてはよみがえり、倒されてはよみがえり。あの伝説の武器エクスカリバールで城を破壊されたと聞いているぞ。まだ生きていたのか、サノゴブリンめ。サノゴブリンとドレスターク将軍の戦はどうなったのだ。ドレスタークが討ち取ったのではなかったのか。サノゴブリン、やつめ、情報提供を感謝する。ありがとう。見てごらん、乗ってまいや。はい、バルーンが城下町の向こうの方で風船が浮かんでいるよ。子供たちが遊んでいるんだろうね。バルーンありがとう。そのバルーン、そのバルーンを使って僕の手紙をプリンセスのところに運んでくれないかなって思ってるよ。サノゴブリンは不死身だと報告が来ております。サブノスキー、情報ありがとう。このまま3位まで浮上しよう。行くぞ。ブルーマウンテンはどうだ。ブルーマウンテンの調子はどうだ。30位か。大したことないな。ここでケリをつけよう。ブルーマウンテンとの因縁の、ここで因縁だ。ありがとう。匿名耳の恋人、マイクありがとう。何でも質問してくれて構わない。今戦の最中だ。何でも聞いてくれ。
私もかつて若い頃、それはあれは何年前だったか、サナゴブリンの城入り口までたどり着くことができたが、奴の城を突破することができなかった。のど飴ありがとう。シャイニー3位ありがとう。このまま1位まで上り詰めよう。イナウシュ、アメリカ人を退治するぞ。アメリカ人討伐へ向かう。我々アルフガレド軍はアメリカ人を討伐する。このままアメリカ人の首を取るぞ。てっぺんまで行くぞ。これは戦だ。シャイニー様、アメリカ人の軍勢とはどのようなものなのでしょうか。奴は国籍を偽り、国を乗っ取った国王だ。もともと島国の人間だ。情報は入ってきている。奴は島国の人間であるはずなのに、大陸の人間だと偽り、そのあれだよ、偽ったんだよ。なんとずる賢いことでしょう。アメリカ人という名前を持ちながら、実は大陸の人だったなんて、大陸ではない、島の人だったなんて、なんとずる賢い。それで2位を取っているわけなんですね。あれですね、あれですよ、あれです。あのマイクの距離感がおかしいとボリュームがあれだから、あのあれだ、もうちょっとマイクを離せ。はい、わかりました。シャイニー様、それくらいだ。ミュウスケさん、マイクありがとう。のてまや、はい、水晶に向かって喋ってアルフガレドの国民にあの声が届いてる設定だから、はい、マイクは水晶って言え、ちゃんと、はい、うん、水晶ありがとう、ミュウスケさん。はい、マイクはマイクでいいんだよ。俺らが使ってるマイクはこれがあの水晶っていう設定だから、はい、うん、はい、わかりました。この水晶の近づければよろしいのですね。では水晶にはどのような、あの、のてまいや、はい、あの、のてまいやね、はい、あの映像は固定だから、はい、あの水晶のあのあれだ、ノッテンマイヤーがいくら水晶を持ってもあの伝わらないから、はい、うん、いいの、役に入り込むタイプね、はい、うん、でもそれは映像で届いてないから、はい、うん、ね、しっかりやろう、ノッテンマイヤー。まだ水晶の力が分かってないようです。そうだな、申し訳ございません、シャイニー様。この水晶で声が届いているわけなんですね。そうだよ。この水晶には他にも力があるのでしょうか。あの、あまり設定を増やさないことだ、の手間や。はい、うん、申し訳ございません。触らぬ神にたたりなしでございます。ではこの水晶、あんまり水晶は広げなくていい、の手間やいいから。はい、わかりました。ではこのままお話を続けたいと思います。シャイニー様、シャイニー様のエクスカリバーはいつになったら届くのでしょうか。そうだな、ドレスダーク将軍との戦いで折れた我が伝説の武器、我がアルフガレドの土地に代々伝わる伝説の武器エクスカリバー、ドレスダーク将軍との戦いで真っ二つに折れてしまった。僕の漆黒の
漆黒のユニコーンアクエリオンに乗って、今エクスカリバーを直すためにいろいろやってるんだよ。エクスカリバーがないとアメリカ人の戦いにはとても不利ではないですか。アメリカ人ごときに敗れる私はない。大丈夫だ。エクスカリバーは奴らと戦う時の切り札なんだ。大丈夫だよ。どのようにしたら早くエクスカリバーを直すことができるのでしょうか。アイテムの力だよ。エナジーでございますね。アムさん、バルーン250個ありがとう。エクスカリバーさえあれば、エクスカリバーさえあればアメリカ人なんて楽々に倒せるのに。伝説の喉飴ありがとう。すみれちゃん、喉飴ありがとう。ヤマさん、喉飴ありがとう。匿名の恋人さん、マイフありがとう。エクスカリボーを使おうてるけど、それは便所太郎さんの NG です。エナジーアイテムが合ってます。はい、エナジーはアイテムでございます。イデアさん、のど飴ありがとう。匿名の恋人さん、のど飴3個ありがとう。花火が上がりました。なんと美しい花火でしょう。バルコニーに出て花火を見ましょう。アルフガルドのためにリクエストをするんだ。はい、曲名をリクエストすればよろしいのでしょうか。吟遊詩人の名前を聞け。はい、ロマンティックタイムの吟遊詩人の名前を教えてください。そうすればロマンティックタイムをシャイニー様がしていただける、していただけます。アムさん、のど飴ありがとう。わらびもちさん、のど飴ありがとう。ただの花火さん、何かリクエストがありましたら。ジェルデさん、のど飴ありがとう。もうすぐ私たちでロマンティックタイム歌を歌いたいと思います。シャイニー様のエクスカリバー、これさえあればもっと上に上がれると思うのですが。ヤーマンさん、のど飴ありがとう。シャニー様、今の画像は今寿司を玉に映ったのは何だったのでしょうか。あれがエクスカリバーだ。エクスカリバー、これが修理した姿なのでしょうか。そうだよ。なんと美しい。これが名刀というものですね。これはもう世界に一つしかないのでしょうか。エクスカリバーはどのような威力があるのか、もうちょっと知りたいです、シャイニー様。分かったよ、少し待ってくれ。はい、
ロマンティックタイム、本日は何にしましょうか。リクエストがないようです。こういう風に使うんだ。刺すような感じでよろしいのでしょうか。そうだよ。これは何という技でございましょうか。これはシャイニングエクスカリバーだよ。シャイニングエクスカリバーという方でございますね。素晴らしい。なんと美しい技なのでしょう。シャイニングエクスカリバーさえできれば、私たちはもっと高いところに行かれるわけですね。素晴らしい輝きでした。なるのが待ち遠しい。文字だ。輝き。匿名の耳の恋人さん、マイクありがとう。シャイニングエクスカリバーは技の名前です。このカツカツいった音は何でございましょうか。シャイニー様、お星様と交信してるんだよ。シャイニー様が今交信中のようです。宇宙との交信もシャイニー様はできるみたいです。なんと素晴らしいことでしょう。シャイニー、元気どんどん。いや、それ素晴らしいことでしょ。わらび餅、のど飴ありがとう。のど飴ありがとう。のど飴100個ありがとう。みんなのど飴いっぱいありがとう。シャイニー様、ロマンティックタイムがまだなんですけど。いいんだ、リクエストがない限りは。ノテマイヤーの物語をみんな聞きたいんだよ、ノテマイヤー。はい、大丈夫。アルフガレドの民に幸あれ。ですが私はそろそろ部屋に戻らなければならない時間なのです。そうか、そろそろシェフにディナーの支度を頼んでくれないか、ノテマイヤー。はい、かしこまりました。それでは皆さんごきげんよう。それでね、それでは皆さんごきげんよう。それでは皆さんごきげんよう。それでは皆さんごきげんよう。部屋に戻りたいと思います。何？何？部屋に戻って。うん、部屋に戻って何？プリンセスもできんの？プリンセスやりたいの？じゃあ、わかった、ノテマイヤ、アディオス。プリンセス、名前とかいろいろ設定とかあんだよ。お前が無茶ぶりするからこっち大変なんだよ。なんだよ、プリンセス。名前決めろよ。名前だよ。名前決め、なんだその無茶ぶり。お前できねえだろ。俺が全部やってんだからよ。なんだよ、その。いいから名前決めろっつってんの。名前、ノッテンマイヤーはだからあれだろ、家政婦の設定だろうがよ。おめえがめちゃめちゃにしてんだから名前をしろよ。名前なんか別同じキャラでやんの。お前がお姫様だって結婚してないっていう設定だったんだから前。そう、プリンセスです。だからプリンセスじゃねえってお前拾ったの3年前に。どうすんだよ。
滅ぼされたの。だから滅ぼされたんじゃなくて、お前は、何、自分でやれじゃん。部屋に戻ってきた。私は4年前シャイニーに滅ぼされた。あ、そっか、その設定あったか。あ、いいやつ。シャイニーに滅ぼされた国のプリンセスだった。シャイニーが憎くてたまらない。この夕暮れのひとときだけが私がプリンセスに戻れる、たったひとときの時間。お父様お母様、私が必ずシャイニーの息の根を止めて、私がお父様お母様の敵を取るわ。そして奪われた600万も必ず取り返してみせる。そのためには一日一回ここで願うの。何としてもあの白ワインにポイズンを入れる隙を見計らっているわ。ここでの4年間ずっとそのタイミングを見計らっているの。でもあの馬に変わってしまったミューティクル王子、あのミューティクル王子を滅ぼすまで私はシャイニーを使ってミューティクル王子を倒すわ。そしてあのミューティクル醜く飾ってしまった妖怪のようなミューティクル王子を倒した後、その後きっと私はシャイニーを倒すつもり。この一瞬のささやかな時間、これだけが私がプリンセスに戻れるタイムだけの。私にエナジーをください。みんなのど飴ありがとう。たくさんののど飴ありがとう。もうすぐ夕食の時間だわ。なんとかシェフを手なずけなければ。カイホーのど飴ありがとう。私がこの国を奪ってきっとこの国のプリンセスに帰る作品はもうすぐだわ。シャイニーさえいなければきっともうすぐこの国の民も私の城下町になるはず。そうしたら貧しい民もいなくなるはず。ブルーマウンテンとも手を組んでシャイニーを倒すわ。ドレスター君と手を組んで平和な国を作るわ。ああ、いい湯だった。ヒノキに限る。おう、皆の衆ご苦労。
どうだ、我がアルフガルドは、の手間部屋は3年間この城に尽くしてきたよ。の手間屋を、の手間屋はいい仕事をするよ。ヒノキ風呂が大好きだよ。軽井沢も大好きだよ。ああ、そうだな。やはり戦は夜か。お、地震？地震？グラビティ、グラビティ、うん、あれか、地震か。地震はないのか。立ちくらみでございましょう。立ちくらみだね。うん、非常に疲れておる。どうやらそろそろお別れの時間のようだ。皆の衆、お別れの時間だ。もうそろそろ夜が来る。寝る、寝る時間だ。またこの物語を一緒に作っていこう。歴史に名を刻むのだ、アルフガルドの民たちよ。それでは皆の衆、また会おう。アディオス。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。